国会それではお待たせしました参議院議員、青山茂春の入場です、大きな拍手でお迎えください。 皆さん、こんにちは <laughs>、えー、今日は、梅雨入り前でしょうか、あ気持ちのいい日になりました、えー、ひょっとしてほとんど人が来ないかなと本気で心配してましたので、えー、こうやってしっかり皆さん集まっていただいて心からありがとうございます 参議院議員をほぼ6年、1期務めてまいりまして、選挙のためではなくて、6年間の積み重ねを、主権者、国民の皆さんに直接お伝えしようと決めまして、僕らの国会、動画もやってますから、これはリアル版ということで、皆さんと目を合わせて、どういうことが進み、どういうことが 困難に突き当たってるかということをありのままにお話しする会を、えー、北海道の旭川から始まって、えー、かなり続けてきましたちょっと声が枯れちゃってますけれども、えー、マヌカハニーを食べてですねなんとか喉を、えー、保っていますで今日は新潟にまし、えー、りました 私のお盟友でありました福岡弘氏新潟大学教授の奥様がお見えであります。ちょっとお立ち立ちいただけますか。はいはい皆さん拍手お願いします。え今は皆さんのために新潟県庁でお仕事をされています。まあ正直。 福岡博士教授は私たちにとってこの新潟の海から自前資源を取り出して日本の新しい時代をつくるために一番大切な同志でありましたから失ったことはいまだに衝撃も深くて忘れることはできないです。ただしこの福岡先生と 共に築いた土台というのは今もずっと生きて私たちの研究を助けてくださってますので改めてご冥福をお祈りしたいと思います奥様もご家族もありがとうございます、はい、でさっきブログにですね私の個人ブログに新潟は日本の自前資源のふるさとと いいうふうふに書いたんです、えー、新潟の皆さんが思ってらっしゃる以上にこの新潟の海から凍った天然ガスの自前資源のメタンハイドレート、えー、明日の朝5時までには全部説明しますけど一応今の笑う場面なんですよ <laughs>、はいえー、メタンプルームメタンハイドレートの中でもお非常に日本海に特徴的で この新潟の海にスカイツリーが林立しているように、えー、天然ガスが噴き出ているということを実用化できるかどうかはこの新潟の運命を決めますし間違いなくウクライナ危機ではっきりしたエネルギー危機を考えても日本の運命を決めることになると思います、えー、今日新潟に来るためにですね、えー、もう一度 メタンハイドレートの取り組みがどっから始まって何年から始まってそして今まで何があったかということをもちろん全部頭に入ってますけど一応客観的な資料も用いて全部おさらいをしてきました最初に申しておくと多少今僕は普段の僕と違ってるんですよというのは この新潟の海を中心に自前資源の海洋の海の自前資源の開発に取り組んでからどれだけひどい圧迫と嫌がらせと中傷とそして命に関わるようなことを体験してきたか今までに言ってないことも実は多くありますそれを福岡博士先生とも共有してきましたし それから、今日女性がかなりいらっしゃいますけど、私生活では私の配偶者、まあ母ちゃんですけれど、本当はそういうことと関係なく、一人の女性が、海が大好きだった女子高生が、女という理由で、防衛大学校も東京商船大学も出願すらさせてもらえなかった、受験することもできなかった。それが 今東京海洋大学の教官ですけれどもメタンハイドレートを見つけてそれを実用化しようと取り組んだがためにどれだけひどい目に遭ってきたかっていうのを、まあ、今まで、えー、同じ日本人ですから多少の遠慮もあってですね、えー、言わずに来たことも今日この新潟のこの美しい 眺めも見ながら、もうぶちまけようと思ってきたんですよ。うん、でそれを新潟の方今日は新潟だけじゃなくて遠くからもお見えですけれどでも新潟のこの地に集うた皆さんでできれば共有いただきたい、ね、今日この新潟の僕らの国会リアル版がいわば、うん 歴史のもう一つの始まりだというぐらいに僕は考えています。それと、この新潟に来て思うほど、この他の場所では、僕は国会議員にあえてなった意味、これほど深くは考えられないです。今からお話もしていきますけれど、まあ、民間の時にも、今と同じように徹底的に戦いました。 しかし、戦っても戦っても、日本で民間人の言うことは、なかなか経済産業省や総理官邸や、あるいは大企業を動かすことは、じりじりとは動きましたけれど、後でお話します。本当に難しかったです。僕の命はずいぶんもう削り込みました。 命を削って今まで仕事をしてきましたけれども、この6年間国会議員になって、ご存知の方は、今までの仕事の上に国会議員が加わりましたから、計にまに疲れていたり、えー、はっきり言うと死に時期が早まったりしてるというふうにお感じの方はいらっしゃると思うんですけど、いや、本当は民間の専門家の時に、日本に自前資源があるんだ、これを実用化すべきだと。 行った瞬間から、どれぐらい危機にさらされ、命を削らざるを得なかったかということを考えますと、この6年間の国会議員の取り組みで、民間時代のまあ20年分よりもっと突然進んだんですよ。で、これはもちろん、うん、役人やあ他の政治家の保身の問題もあると思いますよ。 相手が国会議員にやりにくいでもそういう嫌な話よりも、実は民間時代の私と、この6年間、参議院議員になってからの私と、何が一番違うか、ね、僕自身の目線,は目線はずっとこうです。皆さんとずっと共にあるんで、国会議員になっても何も変わってないです。だから政治献金1円も受け取らないし、 政治資金集めパーティーも一切開かない。パーティー券2万円を売ることしません、ね。じゃあ何が変わったのか、僕の後ろにみんながいるんですよ。これは理屈で言ってんじゃなくて、日本がロシアや中国や北朝鮮と違って本物の民主主義であるという証拠です。僕の後ろに6年前に48万1890人の まあ、ほとんど僕の知らない方が入れてくださった、それも調査した情報機関によれば、政府の情報機関によれば、政治が嫌いで、政治家が汚らしくて、一度も選挙に行ったことがない人とか、あるいは自由民主党じゃなくて、自民党で、腐りきった部分も持ってる、この自民党には投票したことのない人が、48万1 8 9九人。 人の多くを占めていいいるととううことがが事実がありますそれに対して経済産業省も、どの総理であれ、総理官邸も大企業も、後ろに主権者がいるなら話が違うと、それで大きく態度が変わって、なんとあとたった5年後の西暦2027年度までに、商用化すると。 特にこの日本海側のメタンハイドレート、あとで違い言いますけど、メタンプルーム、ぷくぷくと海底から自から噴き出てくる、メタンハイドレートは、実物は、皆さん、この後にコンビニ行っていただくと、白いシャーベット売ってますけど、本当にあれとそっくりです。舐めてても甘くはないだけでですコンビニで売ってるシャーベットに 例えば100円ガスライターを最近見ないですけどね。わかりますよね、若い人も。100円ライターを近づけてもコンビニのシャーベット燃えませんよね。当たり前ですよ。でもこのそっくりの見かけのメタンハイドレートに100円ライター近づけると、ボーっと燃えるわけです。だから科学の世界でも実際に燃える氷と呼ばれています。同時に、塊ですよね。 石油もももガスも吹き出るものです本来は塊だからしかも海の底にあるから取れないと言われてきたのをこれが青山千原博瀬の一番の功績ですけれども海底からスカイツリーのような姿で立ち上がっていてそこに人工膜を置くだけで勝手にガスがどんどん入ってくるつまり吹き出ている自噴している 今までの学者の言ってきたことは全部間違いだったということを証明した、それがこの新潟の新潟港や、あるいは上越市直越港の目の前にあって、そのメタンプルームを中心に、今から5年後に商用化するということを、経済産業省があの、 私たちを本当に邪魔して圧迫して今からもう怒りを込めて告発しますけれどそういう時の幹部が僕が議員になったら全部追放されたんですよ、ね、追放しろと言ってませんよ一言も言ってないですかつて民間時代に経済産業省の中の少数派で良心派で僕らの言うことを聞いてくれた人は全部飛ばされてたんですよ 全部ですそれが議員になったらもう本当にわずか数か月の間で全員戻ってきて今それが経産省の天然ガス課長をはじめラインを作ってるわけですその結果いきなりもう今から言えば5年後の2027年度に商用化もうこれほどの変化が起きるとは正直思わなかったしそこはいわば 日本の希望の根っこであって、後ろに主権者が50万人近くいるとなったら、途端に態度が変わる、それもはっきり言って、役所や、あるいは外国の中国共産党の工作機関から見たら始末に悪い、政治献金受け取らない、パーティー開かない、支持団体求めない、全部拒否、後援会作らない、後援会長行い、つけ入れ隙がないと。 その活動をやればもう一回言いますが今から5年後にもう商用化ということが今の萩生田経産大臣も国会ではっきり明言されましたね問題はこっからです今日過去の最初からあのこの辺から噴火してるからね君はメタンプルームじゃなくて海底火山かみたいになってますけど いきなりでびっくりされたと思うけど、それはこの後に話します、ね、理解してもらうために。やっぱり誤解されてること多いので。でも、まず今とこれからのことを最初にお話しておくと、商用化っていうのは耳慣れない言葉だと思いますが、これは入札をするっていう意味です、具体的に言うと。今日地元ののの新潟の方そそしてその中に、えー 新潟の中小企業の方、あるいは零細企業の方もお見えになってるってことを期待しますが、要は商用化といったときに、応札する、つまりうちがやりますと、ね、資金も用意しますと、政府はちゃんと援助してくださいという企業、現れなかったら、絵に描いた餅になります。既得権益はそれを狙ってるんですよ。だから商用化イコール実用化じゃないです、まだ。ただし、 政府が責任を持って、これは実用にできますと、企業がちゃんと取り組んでくだされば、実際に新潟の海から取った新しい天然ガスと、そしてもっと大事なことが今分かっているのは、新潟の海から取れたメタンハイドレートから水素を作れる。水素はこれからのエネルギーの間違いなく中心です。ね、自前の水素を作れる。 それなのに、岸田総理は今、何をなさっているか、岸田さんえ、僕は岸田さんにたくさん電話して、いろいろ苦情を言ってますけど、例えば消費減税をするべきだとか、韓国は新しい大統領になっても何も反日やめてませんよと、それなのに急にするより、アメリカに言われたするより、今、バイデンさんが動いてますが、のおかしいというようなことを一生懸命言ってますけど、まだこのエネルギーの話は、 あまりしてませんつまりりてせんんつその時間がないんです、ね、岸田総理も私も24時間しかありませんから。だからまだ理解が薄いんであって、いわば反動勢力になってるとは言わないけれど、ね、実際やってるのは、オーストラリアでもう売れなくなった、今、政権交代を起きたばっかりのオーストラリア、これ、つながってて、オーストラリアは不景気に長いこと苦しんでるんですよ。 皆さんオーストラリアに国産車あるって知ってますほとんど知らないですよね。これ全然売れないんですよ。で、日本の自動車メーカーが協力したこともあったんですけど、結局、輸出どころかオーストラリア国内でも売れない。そうすると、今、困りきってウクライナに手を出した、これメディアにまだほとんど出てませんが、ウクライナには本当は天然ガスの手がついてないものがあるんです。 あのドンバス地方です、ね、マリウポリをはじめ今ロシアが無ごい戦い終わって占領したあたり実は天然ガスの宝庫ですまだほとんど手がついてない、ね、でもロシアもロシアも国産車あるんですがこの中にロシア車乗ってる人いないでしょ新潟はロシアと実は非常に縁が深いんですけど、ね、ここの中古車をロシア人が持って行ってウラジオストックやハバロフスクでかなりの値段で売ってるけど新潟の方で 私、ロシア車に乗ってるって人いないでしょ、ね。オーストラリア車に乗ってる人もいないですよね。だから実は、だからオーストラリアは、総理はクビになってしまった。不景気だから。ロシアは困って、ウクライナの資源に手を出した。これが本当のところです。ね、でも、話はそれてなくて、そのオーストラリアが、今まで、かつてよく売ってた資源が、なんか飛び降りがいがないですけど、 まあ感染症対策でマスクはちゃんとしたまま皆さんのところに近づいていきたいと思います、ね、オーストラリアで一番売れなくなって困ってるものっていうのは何でしょうかはい頑張れ日本女子いきなり聞きますよ水素 <laughs> 水素の前に,前に今までカースタはよく売れてて最近 売ることすらできなくなって抱え込んで困っているものオーストラリアで石炭拍手してください,素晴,い素晴らしいです、えー、おっしゃる通り石炭なんですが石炭にもいろんな種類がありましてオーストラリアが一番困りきっているものがカッタンといって非常に質の悪いものです 燃焼効率が悪いだけじゃなくて、地球温暖化にとって一番悪い石炭だと言われてて、この葛炭からも水素は取れるんですよ。岸田総理をはじめ、経済産業省がやってるのは、このオーストラリアの葛炭から、オーストラリアで水素を作って、そして今までの天然ガスと同じように、特別な船をつけ作って、 私たちの税金もおそらく使って、特別な船を使って、作って、そして高いコストで、このカッタ湯から作った水素を日本に持ってきて、新潟でも全国でも使おうということをもう始めてるわけですよ。これを自称公共放送の NHK が、素晴らしい取り組みが始まったというニュースをやってて、何度も何度もしつこくやってます。NHK は先ほど 茨城沖沖福島沖で起きた地震ののの速報のようにに公共の使命は確かあありますます、あ、地震起きてすぐ僕は動きましたけど、今のところ津波の心配なく、新潟も揺れましたけれど、大きな被害は今のところですけど出てないので、この僕らの国会を予定通り開いています。それは念のために申しておきますが、話を戻すと、この、 オーストラリアからの水素をまた輸入するって話をやってるわけですよ。ねもう一回言いますがここ新潟ですよね。新潟の目の前目の前っていうのは佐渡島の南側です佐渡の向こうじゃなくてだから実際僕や青山千原博士やあるいは独立総合研究所の研究員あるいは東京海洋大学の研究員らが一緒に船に乗って。 このメタンハイドレートメタンプルームの調査に行くと新潟の街の明かりがもちろん海域によりますけどちょうど中間あたりまで行くともう見えないですけれど長いこと見えてます振り返ったら見えます佐渡に近づくと今度は佐渡の明かりが見えますね同じ腰の完売でも新潟で飲むと全然味違いますよねあれなんでやの この一番最初に新潟で腰のバイ一口飲んだ時の衝撃忘れられないですね、うん、ちなみに僕生まれ神戸ですけど神戸で作ってるシュークリームは東京で食っても同じ味ですけどやっぱり西洋人の作ったエクレアやシュークリームよりも日本酒の方がきっとねもっと繊細で微妙な味なんでしょうねその美味しい腰のバイを飲ませる新潟の飲み屋街の明かりが見えるわけですよ 赤ちょうちんまでは見えないんですよ。いくら目がよくても。ね。でも、それだけ近いところから、しかも、この新潟のこと、新潟以外の人もちょっと聞いてほしいんですが、日本の今の姿は、始まりは1853年にアメリカのペリー提督が黒船引いてきてから始まりました。いろんな、あー 日本はダメだったったていう教え方教わり方は僕らしてるけど本当は見慣れない船が4隻来ただけでこのままの日本はダメだめだということに150年前のおよそ150年前の日本人は気が付いたんですよ、ね。例えば当時の江戸は世界で最も大きな都市の一つでありしかも独裁者がいなくて住民自治だったんですよ。 江戸の有名な火消しっていうのは要は江戸の治安もね火を収めることもそれぞれ住民自治でやってたって意味です本当はずっと火事がありましたってことやなくてそれなのに4隻の船見ただけで今までの江戸も京都も新潟も大阪も駄目だってことに気がついたんですよね僕らはどうしてこう日本を貶としめる教育ばっかり受けるんでしょうか本当は話が逆さまなんですよ これれ話が逸てないんですよ1853年にペリー艦隊が初めてやってきてそして日本は、まあ、そもそも鎖国じゃないんですけど貿易を限定してたのをもっと広げようと決心をしてまだ江戸幕府ですよ明治政府になる前の江戸幕府の時代にこの新潟を大きな拠点にしたこと地元の人はさすがにご存知ですよね。 ででも全国でほとんんど知りませんよ新潟港がこの黒船の来襲によって開港したのは何年ですか、ね、?1860 年ですよ。黒船が来てから7年後にこの新潟で新たな港が世界に向かって開かれたんですよ。だから当時は日本の最先端の一つです。今どうですか皆さんに。 がまさか忘れることがない田中角栄元総理が関越自動車道を作り、上越新幹線を作り、今日も僕、上越新幹線で来ましたし、僕は下手なアルペンスキー選手なんで、関越道もずいぶんお世話になりましたよ。で、新潟がかつての幕末の時のような勢いを取り返しましたか、残念ながらかなり逆ですよね。 新潟の良き人材がどんどん東京に行ってしまう、ね、まあだからこの新潟港の直江津港の両方の港から見えるところでこのエネルギー危機器でガソリン代もどんどん上がってる電気代去年に比べて3割増しなんですよ。よく皆さん我慢してますね。 普通の国だったら、例えばこれフランスだったら、間違いなく政権倒れますよ。あの、ネットの書き込みじゃなくて、デモで、もうフランスはすぐそれ起きますから、同じ民主主義ですけど、日本で去年より3割増しに電気代があって、岸田総理も僕を含めた自由民主党議員も、のうのうとしてられるっていうのは、もうそこから考え直すべきですよ。主権者が。 立ち上がらないとだから住民、党の中から変えると言ってるんですよ、僕は。主権者が立ち上がって、野党になって何か変えられるんですか。実際3年間やったじゃないですか、民主党政権で。安倍さんみたいにその闇の時代とかなんとか、わざわざ喧嘩になるようなことを言う必要ないですよ。中身見ればいいんですよ。何か良くなったんですか。自前資源を進めることが何か良くなりましたか、例えば。新潟が良くなりましたか ね、それを考えていただくと、もう一回言いますよ、話それてないんですよ、いろいろ周辺のところに話していくけど、それは全部つながってることを理解していただくために言ってるんで、話はそれてないんですよ、2027年度、今からわずか5年後に、さあ、政府が商用化しますと言ったときに、地元の企業が手を挙げないと、地元の起業家でしょ、おそらく。ね、だから例えば 福岡先生の奥様がいらっしゃる、あの非正規雇用ですけど、そんなこと関係ないんですよ、ね。県庁も動かし、それから地元の中小企業連合を、例えば商工会も中心にして、今までの仕組みも使って新しいことをやって、その時に取りに行かないと。僕らが自前資源をやってることの大きな意味の一つは、僕は神戸生まれ。 青山千らかせは東京生まれそうやって要は太平洋側だけ日本はずっと豊かになってきたわけですよ僕は兵庫県ですから皆さんなんとなくお分かりかもしれないけど兵庫県は神戸からまあ高速道路でも列車でも時間かければ日本海側に行けますね新潟とつながってる日本海側の実態どうか 日の先温泉は古くは志賀直哉が小説に書いてくれてね学校の教科書に出てきたでしょ今も温泉はにぎわってるんですよね赤ちゃんが僕と話したいそうですがうんは,いはるかちゃんですさっき受付してくれてたはるかちゃんはるかちゃんの未来のためにも話してるんですがちょっと声が大きくてちょっとそこは心配なんですが 一瞬頭今真っ白になってしまいましたが。ねえ城、え、崎温泉はねまあ北陸新幹線も使えば今までより近くなったですから行ってみていただくと城崎温泉は結構にぎわってるんですよなぜか。城崎自身がにぎわってるんじゃなくて太平洋側の神戸とか大阪とかそういうところと高速道路でつないで。 そういうい客が来てくれるから賑わわっっててるるんで本本質的に日本海側が良くななけじゃないその証拠にこの自前資源の調査で僕らが言ってるのは新潟だけじゃなくて例えば木の坂からちょっと左側西側に行くとですねご年齢によっては NHK のドラマの「夢千代日記」って吉永小百合さんが今よりもちろん若い頃にやってたドラマ知らないですかあ知らないんだ <laughs> あのただ僕の母が大好きでしたけどね、そういうあたりのところへ行きますとね、電車降りるでしょ、そうしたらもうタクシーの看板ないんですよ、タクシー乗る人いないから、それ、数年前まではそうで、バスは走ってたんですよ、この頃行くとですね、バスももうほとんど走らないです誰もいないんですよ。兵庫県、人口550万いるんですよ。 それでも大半が要するに神戸市とか皆さんご存知の芦屋とか西宮とか尼崎とか姫路とか全部瀬戸内海側大きく言えば太平洋側であって日本海側はバスもタクシーも,もう乗る人がいないそこの霞っていうね香りにいい香りがするの香りに人便の住むね霞っていうところから私と 青山千原博士と研究員が乗って兵庫県の田島っていう名前のちっちゃい調査船でメタンプルームの調査に出たんですよね。その時に別に別してないんですよそんなのに霞の港に少ない人口の中からかなりな町民の方が朝早くなのに来られてそしてこう手を振って大きな声を出して頑張ってくださいって見送っていただいて。 僕らは驚きつつ、私たちのやってる意味がよく改めて分かったんですよ。日本海側から、日本にはできなかったはずの資源産業を起こすんですよ。1860年の新潟の志をもう一度思い出すんですよ。日本海側からもう一度やり直すす。田中角栄さんのやった利益誘導型じゃなくて、祖国の新潟、祖国のための日本海。 それになるように自前資源の実用化を実行すればそれができるんです、ね、そのことを今日新潟の人だけじゃないけれどもあなた若者は新潟ですか <laughs> 頑張らないと虎枯りにして眼鏡に指紋つけてその窓から逆さづりにしないですけど今日の僕らの国会は 実はそういう意味なんですよ。郡山でやったときには、福島原子力災害がチェルノブイリと同じだってのはでたらめな嘘で、なんせあの事故中の福島第一原発に入った専門家は僕一人で、もうあの現場はかけらも残ってないですよ。ね、その時逃げてた専門家が、チェルノブイリと同じだと、ウクライナだと、チェルノブブリって言うらしいですか、僕、ウクライナ語わか,かんないけど。 ね、そのでたらめ言ってるから、いまだに日本では原子力を活用できなくなって、あの時福島のすぐ上、今日地震で改めて思いましたけど、ね、あの時震度5強ですよ、福島、今日5弱ですから、震度自体似てる、その上に女川原発あるでしょ、東北の、あれが震度5弱、今日ぐらい、まあ、震度だけ見たら、でも同じような揺れ、同じような津波来たんですよ。 尾長は全く無事でこの災害の途中に僕は女川原発実際入ったら女川原発の広い構内に体育館があるんですけど体育館でみんなが住んでらした町民の方々はその中に一番の原発反対派方が住んでらしてこの原発反対派のリーダーの町民が町民の方が原発が一番安全だと分かったと発言されて住んでらっしゃったんです。 あれから何年経ったと思いますねす2011年ですよ、あれ。今、2022年ですよ。11年の間、なぜ女川原発が動かないんですか。女川がなぜ助かったか、防潮堤が高くしてあっただけですよ。東京電力は官僚的な会社だから、日本で一番大きな会社の一つだから、時の通産省や経産省とつるんで、 若い研究者の意見を聞かなかなった東北電力でも東北では一番大きい会社の一つだけど東電よりはちっちゃいから若い研究者の意見を組んで膨張手を高めにしたそれだけですよ、ね、話お分かりいただきますよねそれだけってことは女川を止めてる理由がないじゃないですかどこにも見つからないですよ止めてる理由は本当は感情だけですよね でもその感情は国民がそういう感情を持つのはすごく理解できますよね。だってチェルノブイリと同じだと言ってるんですよ、政府はいまだに。国際原子力機関っていうのがウィーンに本部があって IAEA、e、っていうんですが、そこが基準を出してるんですが、チェルノブイリはレベル7です。史上最悪です、もちろん。どれぐらい亡くなったか分からない、放射線障害で。福島は菅直人内閣によってレベル7にされて、 例えば安倍政権、菅政権、岸田政権、僕はずっと専門家として、しかも福島の事故の現場は世界で1人しか見てない私が、レベルを下げるべきだと言っても、安倍さんもうーん、それやったら選挙に負けるって、負ければいいじゃないですか、内閣のために日本や新潟があるんじゃなくて、新潟と日本のために内閣があるんですよ。 今日はかなりね、あの海底火山が噴火してるんで、過激ですが、こんなことわからないんだったら総理なんかやるなよって、え安倍さんも菅さんも岸田さんも、こんなことわからないんだったらそもそも国会議員なんかやるなよと、国会議員は人のために死ぬためにいるんですよ、当たり前じゃないですか、150年前の幕末の、あの、何もなく倒れた龍馬さんや高崎晋作さんだって何もいいことなかった。 28か32でそれぞれ亡くなったけど、相馬の志士たち、何も得るものがなくて、国のために新潟でも立ち上がった人たちはたくさんいた。あれから150年、一体日本人はどうなったんですかそのことを考えれば、資源の問題は、ただ使えるガスがここにありますって話じゃなくて、私たちの生き方の問題ですよ。そういう生き方をする国がこのアジアにあれば、ロシア、中国、北朝鮮がどんなに不拉致な独裁国家であっても、 私たちはアジアと世界のために頑張り通すことができる子供でもわかる今皆さん受け付けしてくれた0歳のはるかちゃん、ね、受け付けしてもらったでしょはるかちゃんに「はるかちゃんでもわかるちょっと無理かな <laughs> ちょっと早いかもしれないけど、ね、だ今日の話はまあそれが中心なんですけどもう一回具体的に言うともう一度 その何が起きてきたのかっていうのをありのままに、ね今日は海底火山噴火デーですからお話しますが、これからのことを一番新潟の人は、花角知事と共に、役所にもいらっしゃった海上保安庁の次長までやられた花角知事と共に、声を上げてやってほしいんです、あと5年しかないです。大企業じゃなくて 新潟の地元の中小零細企業が連帯をして、商用化という意味をもう一度言うと、こういう資源というのは、コークってあるんです、ね。コークっていうのはコカ・コーラのことです。<laughs> 違います、はい。コークっていうのは、この辺に広い、それから区役所の区ですよね。海底資源も、地上産出の鉱山なども同じで、コークの設定ってします。 誰もが適当に掘るわけにいかないので。メタンハイドレートがどうもあるらしいになってから、経済産業省は、実は工具を全部政府に引き上げてるんです。今、政府が管理してます、新潟も。ね。だから、2027年度に商用化って意味は、これを解放しますって意味です。解、ね、放するときに、新潟の海で取れる天然ガスを、新しい天然ガスを、 在来型と違う天然ガスをどんな資本でどんな会社の計画でやりますかなおかつおそらく入札になると思いますから応札してくださいねさっき言った通りこの応札がゼロであるように企らんでる力がもうすでに動いててその一つが例えばメタハイちょっとメタハイって略して言っちゃうけどメタンハイドレートメタンプルーム略してメタハイ。 から水素を取れるってのは非常に彼らにとって都合が悪いね要するに地球の気候変動を止める資源の一つですから天然ガスっていうだけなら石油や石炭よりましであってもでも化石燃料だからこういうのはもうやめましょうと言えると思って彼らが期待してただから中国の作った太陽光パネルをやたらに設置して 日本の国土をおかしくして、それがもうだめだと分かると、今度は洋上風力と称して、中国の作った巨大な風車をまた日本の海に置こうとしてます。僕はこの間、自由民主党の海洋省委員会っていう正式機関に出席して、そして、それはもういきなり会の名前が洋上風力推進のために、促進のためになっているから。 議員の発言時間になったら僕は「はい!」って手を上げてこれだけでかい声であげると無視できないから「はい!」ってあげて「洋上風力反対です!」って言ったんですよシーンと静まり返りましたがこうやってエネルギーをまた私たちの手からチャイナをはじめたくさんお金をくれるところに渡そうとしてるもう一度言いますまず 日本海側の勃興、そして日本ができないと思い込まされていた資源産業、自前の資源を持つと、どれぐらい発言力が増しますか、発言力のない国でいるから、この新潟の自宅の目の前から、13歳、中一の時に拉致された横田めぐみさんをはじめ、取り返さないでいる、曽我ひとみさんは。 佐渡島さんがお借りになっても、他の新潟の拉致被害者、全国の拉致被害者がおそらく100人以上、この感染症があれ来る北朝鮮にあって、おそらくマスクもない、北朝鮮が今、拉致被害者どころか自国民に対してなんて言ってるかわかりますか、塩でうがいしろって言ってるんですよ、ね、塩でうがいして止まるような感染症だったら、世界でこれだけ人が死んだんですか。 その中に私たちの拉致被害者が取り残されたまま、これ、今日全部お話しする時間ないと思うけど、もちろん憲法がそういう憲法になっていると、自国民を守る憲法になってないということも非常に大きいけど、例えば資源を常に、エネルギーを常に他の国に依存してて、自分の発言力がないということは、ものすごく大きく響いてる、それをひっくり返すのが、この新潟が拠点だと。 新潟県民が、新潟の地元企業がどう考えるかということが、直接左右する、新潟の同胞が奪われたままだということを解決するためにも、どれぐらい大きな話か、深い話か、それを今日この新潟で開く僕らの国会の冒頭では、まずそれを分かっていただきたいんです。それをまず分かっていただこうとして、 会を始めてもう23分経ちましたけどねえー、噂によると今日は3時半までに僕の話を終えないとあ違うわ2時半か2時半までに終えないと私が虎狩りにされて眼鏡 <laughs> かけてないから目玉に指紋つけられてあ三3時まで大丈夫って急に方針変更がありました。今日あいつは 火山が噴火してるから怒らせるとまずいと <laughs>、うん、いうことかもしれませんが、3時までっていうのは質問時間入れて、はい、てれはい、ちょっと制作者に拍手してください。<laughs> まあ実際、彼が一生懸命交渉してくれたんだと思います、今、ホテル側とですね。まあ、質問も OK したいんで、僕の話としてはやっぱりあと45分ぐらいで。 終わらないといけないいいとけですが今日たくさんのことを期待してこられると思うんですけど、この動画も全国民に向けてアップしますから、ちょっと今日はやっぱ資源のことをメインに、このまま話すのを許してください。でね、あの、まあ、何か物事をやろうとすると、信じられないような誤解とか、あるいは今、ネットの時代ですから、 中国共産党から現にお金をもらってネット工作やってる人がいます、ね、この中で動画見てくださってる方どれぐらいいらっしゃいますめちゃ多いやんその割にアクセスそんなに伸びてないんだけどそこで危機一髪シリーズってやってきたんですけどさっき新潟に来てから考えたのはこの見えざる危機っていうのをやろうかなとつまり 例えば、中国共産党からお金もらって、仕事を辞めて、これ、捜査機関が調べたんですよ。私じゃなくて。あまりにも被害が大きいから。家族5人入れて4人いて、中国共産党からお金をもらったと思われる時期以降、仕事を辞めて、家にずっとこもって、他の工作者とも連携をして24時間体制で、 僕の中小誹謗をやりその中のメインがメタンハイドレートっていうのは使えないんだと、ね、いう工作を現にやってるわけですよでこれは間違いなく中国共産党ですけどその中国はメタンハイドレート一生懸命やってるんですよで実はその中国のこのひどい工作が始まる前からアメリカの国際メジャー石油資本がつまり日本が 資源国家になったら困りますから、いろんなところに手を回して、今日冒頭にいきなり皆さんよく分かんなかったでしょうけど、僕や青山茶博士や、僕が創業した独立総合研究所が潰されようとしました。ね。そのこともお話しますが、善意の誤解、そういう工作じゃなくて、誰でもこうかなと思ってしまう誤解、一番多いのが、なぜいつまでも実用化できないんだと。 青山さんがメタンハイドレート、メタンプルームって言って、ずいぶん時間経つけど、一体なぜできないんだと。やっぱりネットに書いてある通り、もともとできないもんじゃないかと、ね。皆さんにお願いがあって、今日の僕らの国会、in 新潟以降は、それを言うのをやめませんか。事実に全く反しますから。ね、今、アメリカは、 今だけじゃなくて、この頃アメリカはエネルギーで余裕の構えですよね。前は中東の、つまりイラクの油が欲しくて、イラク戦争までやりましたよね。それは皆さん覚えてらっしゃると思うけど、2001年、だから今から20年前に9.11同時多ステロってあって、その時に当時のブッシュ大統領が、 アメリカ国民とともに、これ、仕返しするぞと、テロリストをやっつけるって言って、イラクに攻め込んだんですよね。僕はそれに驚いて、アメリカとも激しい言い合いになり、やがて丸腰でイラク戦の戦地に入って、危機っぱシリーズで述べたような命切りのことも経験しましたが、あれ、めちゃくちゃですよね。9.11同時多発テロは、ブッシュ大統領の陰謀じゃないんですよ。 陰謀だと言えって言って、いまだにもうすっごく来るんですけど、そんなことはありません、テロリストがやったんです、ウサマ・ビン・ラーディンっていう一種の天才が、当時のジャンボジェット、離陸したばっかりだと、翼のスンズにまで航空燃料入ってるから、離陸した直後にぶつければ、小型戦術核と同じ威力になるってことを見,な見抜いて、テロリストは実際、アメリカは航空学校いっぱいありますから、そこに入れて訓練させて、そして突っ込ませた事件ですよ。 しかしこれ、イラク政府がやったんですかフセイン大統領、まだ忘れてないでしょ、ね、サッダーム・フセイン大統領がやれって言ったんですかご冗談でしょう僕は戦争前のイラクも知ってますが、サッダーム・フセイン大統領はいわゆる世俗主義で、女性バグダッドで、人のバグダッドで、ね、あの僕、子供の頃千夜一夜物語、愛読したんで、 バグダッドの最初に入った時嬉しかったです、また戦争が始まる前、ね。そしたらですね、バグダッドの国立大学で、付属病院で、女性のお医者様が男性の腹を実際に開ける手術をしてました。これ、イスラーム原理主義のテロリストから見たら、悪魔の諸行ですよ。つまり、フセイン大統領は独裁者だったけど、テロリストと一番対立してたんですよ、世俗主義で。イスラム原理主義の 一番の敵はフセイン大統領で、あの同時多発テロは、間違いなく、テロリストがやったもんですよね。それなのに、テロリストの一番敵のフセイン大統領を死刑にしてしまってどういうわけですか。だからテロと戦うためじゃなくて、イラク北部の手がついてない良質の油田が欲しかったんですよ。ね、今、アメリカ戦争しないですよね。 ウクライナでも戦わないけどそれ以前に中東に攻め込んでしなくなったでしょうどうしてですかそれはオバマ大統領をはじめ素敵な人が出てきてアメリカは急に戦争利権をやめて立派な国になったんざますわよなんかよく分かんないけどそんなわけないでしょうがそうじゃなくてアメリカの自前の資源ができたからですね 皆さんご存知のシェールガス、シェールオイル、昔の古い漫画ご存知の方はシェーですよね。これ古すぎて、<laughs> 特にハルカちゃんには分かんないけど、シェールっていうのは、日本語で言うとですね、今日白板ないですけど、血眼っていうんですよ。あの漢字のページって字あるでしょ。ね 地球の地層の中に日本語で言うと結岩の地層英語で言うとシェルっていう地層があってこれすっごい硬いんですよ、ね。この岩と岩の間にガスが実はできてて元は大昔のプランクトンとかあるいは海中の藻ですよね海藻それがおそらく数億年以上の大きな圧力で岩の中だから水圧と 水圧を含め圧力を受けて、天然ガスになってるわけですよ。で、これが取り出せないはずが、今、取り出せるようになって、僕はその現場、アメリカの,この取ってる現場も行きましたけれど、そのシェールガス、そしてシェールオイルが、もしも原油価格が1バレル、大丈夫それ泣いててもね、僕は抱っこして今日やろうかと思うぐらいなんですよ。 はいはい、はるかちゃんは多分僕と話したいんですよ、はい、ちょっと自詞課長かな話を戻すとですね今みたいに天然ガスや原油が高くなってるといいわけです地中深くの岩の中から取り出すんですから当然コストかかるんで天然ガスや油が安くなると困るんですよ 今非常にアメリカには都合がいいわけです。ウクライナで戦争やってくれてるからロシアの原油天然ガスみんながもう買,買いたくない買えなくなってねだから油で言うと1バレルっていうんですがバレルってあのタルのことです西部劇によく見るタル大まかにそう思えばいいですがそれが100ドル超えたりしてるわけですよ。ここれが50ドルル以下だったらこのシェールガスは 実は売れないアメリカの会社は実際倒産したりしましたけど今非常に調子がいいわけですよ。ね、だからもう一回言いますがシェールガスとシェールオイルがアメリカの自前で出てくるからこの中東で戦争する必要がなくなったんでオバマさんが清らかな人トランプさんも清らかな人、ね、今のバイデン大統領はもっと素敵なちょっとなんか歩き方がややもともとしてても素敵な人だから戦争をやめたんじゃなくて。 中東の油やガスを取りに行く人がなくなったからです。このシェールガス、シェールオイルって、いつからアメリカは取り組んできたと思いますか、ね、じゃあ、これちょっと頭に置いといてもらって。じゃあ、メタンハイドレートはいつからなのか、ね。これ、逆にちょっと話しにくいのは、以下、青山千春博士が間違いなく主人公です。どうしても母ちゃん。 そういう目で見られるけど、それは今夜も間違いなく家に帰って一緒にご飯食べますよ。だからそういう夫婦ですから、話しにくいんですが、それとこの話は違うんですよ、客観的な話、資源エネルギーも間違いなく私は専門家です、専門家だから、福島第一原発の吉田正夫所長は、僕がやってきたときに喜んで、専門家でこっち方向に来たのは山野さん1人だと。 その通り僕の知り合いの大学の先生も沖縄まで逃げましたよ。ね、それでテレビで的なこと言ってるんですから、ね、東大ですよ。東大が偉いってこと言ってるんじゃなくて、皆さんの税金どれだけ使ってるか知ってます新潟大学目じゃないですよ、ね。話がそれないようにちょっと元に戻していくと、この。 専門家として青山茶博士のやってきたことを客観的に見るとまずやっぱり一番最初から皆さんですから理解してもらおうと思うんですが最初はですね資源なんか関係ないわけですよ、ね、まず青山千春旧姓横川千春のお父様はトランペッターですお母様はピアニスト両親音楽家でほっとけば音楽家になったはずだから千春は ピアノなんか簡単に弾きます僕は音楽番組もやってましたけどその耳で聴いても大した腕前ですよねでもなぜか科学の道に行ったんですがその科学の道っていうのも本当は海なんですよ科学より前になぜか横川千春今の青山千春のお父さんは帝国海軍の軍楽隊のトランペッターだった銃巡洋艦足柄 に乗って今海人にも足柄っていうにありますけどそれに乗ってトランペット吹いてた日本は戦争に負けて足柄も沈みましたそれでもなんとか生きながらえてシンガポールから帰国された帰国して NHK 公共楽団で音楽活動再開したけど要は食えない食えないからポピュラーの道に行ってジャズの道に行ってそして有名な 音源をレコードを残しましまたパン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 鉄アアトムのあのトランペットは千春のお父様の音ですこれに関心ある人あるいは僕の話に誇張がないっていうのを知りたい人は横須賀に戦艦三笠が保存されてますその中にこのトランペットが今展示されてますねこれ話それえてなくてですねそういうお父さんの一人娘お母さんもピアニスト その一人娘として育った時に父親から何をやれたかそん時僕は知りませんよ、ね、まだ出会ってませんいくら何でもでも千春からあるいはそのお母さんからお父さんはもう亡くなってますお酒飲みすぎで、ね、朝見に行ったら死んでたというねでこのお母さんとこの千春から僕は聞いたのは 要するに一人娘に話す話はいつも音楽はいいよよりも海はいいぞと。日本の海軍は本当に尊敬されてたぞと。シンガポールで終戦敗戦迎えた時もみんながむしろ褒めてくれたぞと。海はいいぞ船はいいぞと。一人娘ずっとそれを聞いてそして家でご飯食べることほとんどなくて舞台の袖で NHK のスタジオで弁当をおこぼれ食べてチャラらそうだった。 ね、その間ずっと海のことを話を聞いてだから東京の有名な進学校に行って先生から東京大学のどこに行くかと聞かれた時に私は東大行きませんと船乗りの学校に行きたいと言ったんですよそれ今の千春とある意味同じ姿です権威とか偏差値とか全然こだわらない本来自分のやりたいことを考えるそれで東京商船大学に願書を持って行ったら その商船大の窓口で断られた。女は船に乗れないと。女が船に乗ると船が沈むと言われた、ね。お客で乗んならいいと。よそ者で乗るのはいいけど、船を操船する、オペレートすることは認めないと。国立の東京商船大学で断られた。びっくりして防衛大学校に持っていったらまた断られた。18歳の千原は絶望しかかった。 ピアニストのお母さんは世間知らない。ピアノしか知らない。だもんで、世間知らずのお母さんが、東京都内を歩いたら、品川に、東京水産大学って看板かかってて、うん、亡くなったお母さん、亡くなったんですけど、お母さん話しによると、なんか定時制高校みたいなちっちゃい大学があったと。でもそこに船が飾ってあるんですよ。ね。今も飾ってあります。その船見て、これきっと船乗りの学校だろうと。 こんなちっちゃい大学なら、千春ちゃんが学長に会えるんじゃないかと思った。ね、世間知らず、高さん思ったんですよ。それで、娘の千春も、もちろん世間知らないから、当時の東京水産大学に行ってみたら、学長が、女が船に乗る。これはマスコミに受ける。ね。水大って言うんですけど、歴史は長いけど知られてない短科大学。 この東京水産大学がマスコミに取り上げられると思って入学を許可して普通東大に行くはずの成績ですからもちろんほぼトップで受かってそして練習船に乗って本当はいろんなことあったんですよこれはもう省略しますけど苦労しながら練習船に乗って小樽の港に入ったらそこになんと共同通信小樽支局の人が来てて船に女がいると びっくりして僕はまだ学生ですよこれ世の中こうやって不思議にご縁があるもんですけど自分が共同通信に入るとは夢に思ってないです当時僕はで僕の先輩の記者の方がそれを原稿にして世界に打点したら大反響になってマスコミが押し寄せて今では信じられないでしょうが時の人になっちゃったんですよ、ね、で、えー、なぜ船に乗ったか加山雄三に憧れたからだそして 船に乗ったために恋人と会えなくなったというような記事をいっぱい書かれて、全部嘘だそうです。<laughs> はい、まず付き合ってる人はまだいない、ね、加山雄三関係ない、お父さんの話なんか、要するに帝国海軍の軍楽隊が海軍は尊敬された、こういう話は困るんですよ。それ全部なかったことにされて、でっち上げで、僕もそういう当時、そういう記事見て、あ、はあ、そうなんだと思ってた。ね 僕との出会いは省略しますが、本当は最初、新聞記事で見ました。女で大型船の船長になるって人が現れるんだなと。これ、えー、このまま話してるとみんなが寝ちゃうから、この辺でやめますが、でもそこから始まった船とのご縁で、そして、えー、もともと地学っていう地味な、今のかっこいい言葉で言うと、地球科学が好き。 女子高生で地学が好きって変なやつごめんね地学好きな人 <laughs> 科学に関心があるから大学に入って船乗りになる資格を取ってメディアでも大騒ぎされたけど本人は科学者になろうと決心していってそしていわば隙間分野にアプローチした何かというと 水中音響学水の中で超音波がどういうふうに伝わっていってその超音波で何がわかるかっていう当時水中音響学の本当の学者って日本に3人ぐらいしかいなかったそうですがその1人になったわけですよある意味そうやって女性のハンディを克服しようとした船から降りろ降りろ大学入れてくれたけど公開化に進んだけれども降りろ降りろの圧力があったから 他の人がやってない変わったことをやってる専門家になった。しかも、さっきちらっと言いましたけど、チャールのこう分かりやすい性格からいて、とても分かりやすいものを使ったんですよ。何か。魚群探知機。普通、今日、あの、漁科の方、漁業者の方いらっしゃるかもしれませんが、いてほしいですけど、漁船が使ってる魚群探知機を使って、高いものを使うんじゃなくて、その、 超音波の周波数を変えるだけでお魚やカニを見つけるんじゃなくて資源を見つけるということを、まあ、ほとんど世界で初めてやったわけですよ。これがまた嫌われて早く大学やめろとか博士号も取らせないとかさらに大きな問題が生じたのは僕と結婚しましたから男の子2人生まれて。 一旦船から降りてたのを船に戻らないといけないいいとけ船に戻るってことはちっちゃい男の子2人置いて遠洋航海に1年間行ってしまう僕の母親はそこで大激怒して今日の始まりの僕の噴火どころじゃないぜそんな嫁は離縁しろと激しく迫られましたがこの辺も省略今までの僕らの国会で少し話してますから今日は自前資源のぶつかった問題について話したいので でもそういう困難も乗り越えて、まあ、簡単に言うと政治記者だった僕があの忙しさの中で早朝に梶山勢力法務大臣のところへ行って朝ごはん食べて一旦家に戻って子どもたちと朝ごはん食べて手を引いて学校に連れて行ってそして夜回り行って行って夜に政治家と会って官房長官や総理とも会ってまた帰ってきて子どもたちとご飯食べて。 学校で何があったか話聞いてってことを1年間やりましたまあ信じられないぐらい大変ではありましたけれどそういうことを乗り越えて大学である程度の地位を占めるようになったその時に何が起きたかねナホトカ号事件っていうのが起きたんですお,お忘れの方多いと思いますけど、えー、これが1997年1月2日のことです、ね 今皆さん頭つながってますかさっき話が途中になってるけどアメリカのシェールオイルシェールガスっていうのは100年前から取り組んでるんですよ。ね、今ようやく日本の始まりのところ来ましたが、ね、97年お正月のナホト加工事故そこから数えてもまだ25年しか経ってないんですよ。ね、それでメタンハイドレートの実用化が全然できないと。 なんでこんなに遅いんだと、青山は6年間何やってるんだと、おそらく本当は使えないからだというのが、満ち満ちてるわけです、ネットの空間に。何にも知らないとはこのことであって、もう一回、一瞬アメリカの話に戻すと、100年前から、例えばイリノイ州で、私屈やってましたが、この地下深くの岩の中にガスがあると分かっても、なかなか手が出せなかった。ね そこから数えて、まあ、何十年も経ってですね、ようやくアメリカでこれやれるかもしれないなっなったのが、1990年代です。90年代から数えても、すでに30年以上経ってるわけです。ね、しかもですよ、しかもその前に、新しい資源を実用化するって、ね、これぐらい時間がかかる、シェルガス、シェルオイルだけが困難なわけじゃない。その上に、皆さん、ここもよく聞いてほしいんですが、 日本の大資本で、あるいは自由民主党の議員で、エネルギー危機になったから、アメリカからもっとシェールガス、シェールオイルを入れろと。新潟の自慢資源じゃなくて、アメリカが売りたいと言ってるんだから、これを買えばいいと言ってる人がいるんですが、そういう人で、現場に行った人って僕は会ったことないんですよ。私の話は全部隅から隅まで現場の話です。シェールガスを取ってる現場に行きますと、ね、僕、ある農家にも行きました。 台所で蛇口開くと、シューッと音がするんですが、水出てこないです。シューッと音がしてるところに、さっきの100円ライターと同じようなことですけど、火を近づけるとですね、ぼーっと蛇口から燃えるんですよ。何が起きてるか分かりますか地下水汚染です。風呂真っ黒です。当時、オバマ大統領です。環境保護に熱心なはずのオバマ大統領。なんとオバマ大統領は、 2009年に中国と組んで、米中、ね、シェールガス、シェールオイルという仕組みを作ったんですよ。中国資本を入れて、実際、ペンシルバニアのその農家あたりに、オバマ大統領何したかというと、給水車持ってきたんですよ。お水、台所の水配ります。ね、そして、風呂も入れ替えますと。 本当にそうやって風呂にお金、いやいや、お水入れて沸かしたんですよ。それで、シェールガス、シェールオイルの会社は、こういう地下水汚染を否定してますが、否定しつつ、莫大な保証金払ってるんですよ。ね。それを日本に持ち込むんですか、これ以上。すでに入ってるけど。しかも、その地下水汚染だけじゃなくて、今日ちょうど始まる前に地震が起きましたが、地下の岩盤に、 巨大な穴を開けて、ね、そこに潤滑剤とか、海面活性剤まで入れて、それやこれやで地震を誘発してるんです地震が起きなかったアメリカの地方で地震が起きるようになってます。シェルガス、シェルオイルの深刻な環境破壊っていうのは、目を覆うばかりでです今まのの石炭石炭油天然ガスの火じゃないいぐらいです。 それでも100年かかって今使ってるわけですが、ここでメタンハイドレートに話を戻すと、97年にのお正月に、ナホタカ号っていうロシアのオイルタンカーが島根県の竹島や沖ノ島の近くで沈みました。そこから油が漏れてた。どこに沈んでるかもわかる。わかるけど、 オイルの細かい粒がどれぐらい水の中に入ったかが誰もわからないそこで東京海洋大学が博士号を取った直後の青山千春若い研究者に着目して「お前は魚群探知機から超音波出してその超音波の周波数変えて海の中が全部分かるって技術やってるらしいな」「油の粒も分かるのか?」と聞かれて。 チャールはやってみないと分かりませんけども行きますと言って日本海に来てそして彼女の方法で超音波出したところこのナホタク号が出した油の粒々を全部見つけたんですよねこれが運命の始まりですまだメタンハイドレート出てないでもこれ97年です今から25年前そして青山ちゃらはせっかく海に出してもらった国の予算もついてるから 帰り際もずっと魚群探知機のスイッチを入れて自分の方法で測定してたらなんと海の底から600メートルの高さのろうそくの巨大なものみたいなのが立ち上がってるってのを発見したんですよ。ね、これ当時はスカイツリーまだ立ってません。でも今のスカイツリーが650メートルですから。 スカイツリーみたいなものが海の底から立ち上がってるのを見て、まあ、青山千春、博士になったばっかりの青山千春博士は大変驚いた。当時はポスドクって言ってですね、ポストドクター。博士号を取ったけど、就職口がない研究員だった。ね。これは何なのか分かんない。ようやくこれが実は、海底にあるメタンハイドレート。メタンハイドレートって何かというと、メタンは天然ガスの主な成分です。 ハイドレートっていうのは、海の巨大な水圧と冷たさで凍ってるもの、だからコンビニのシャーベットとそっくりです。ね。このメタンハイドレートは、凍ってる天然ガスなんで当然軽い、それがひょっとして海底から粒ぶで立ち上がってるんじゃないかという結論、仮の結論まで来たのが7年後です。7年かかって2004年です。 この2004年の12月に、アメリカのサンフランシスコで開かれた国際学会、AGU、メモする人はメモしてください。後で調べればいいです。AGF は味のもと。AGU、一瞬英語ですけど、アメリカン・ジオ・フィジカ u ユニオン、直訳するとアメリカ地球物理学連合。 これ実はアメリカが主催してるけど、世界の学会で福岡博士先生は常連でした、発表の。ね、アメリカの底力です。日本だとこういう高級な学会は、なんちゃら学会の理事かなんかやってて、ね、それから論文がこれだけあって、それから東大とか早稲田とか京大とか、特定の大学、新潟大も相当苦戦する。 福岡先生はもともと兄弟ですからそういう人しかやれないって日本の学会ですよアメリカ違うんですよ A4 の紙一枚ですよ A4 の紙一枚で A4 はいどっかの文房具屋の宣伝みたいになりましたが A4 の紙一枚にサマリーって言って研究概要を書くだけですだからなんとどこの学会にも属してない学者ですらない僕がその a 4一枚の紙,の紙の申請で このでででで何度も口頭で英語で発表してるんです。それどころか、それが面白いって言われて、招待講演者にまでになりました、福岡先生の推薦があって、ね、話を戻すと、この開かれた学会の AGU に、当時の若い青山千原博士が、97年の那穂高校事故で見つけた、このろうそくの柱のようなものは、どうも天然ガスだと。 いうことを書いてジ字運出したら、どうぞ発表にサンフランシスコ来てくださいと、で彼女は行って、2004年の12月にこの発表したらですね、当時僕はまだ結婚はしてましたけど、なんか学科に行ったくらいしか思ってなかった、当時僕はすでに経済産業省の総合資源エネルギー調査会の専門委員でした、エネルギーのもも専門家だった、それでも聞いたことないですよ。だから千原はなんか学科に行ったんだねぐらいしか思ってなかった。 正直言うと、チャールはその時に一緒に行ってくれないかなと、ね。英語力もあるし、来てくれないかなって言われたけど、僕は忙しくて。それから、その知らない話だから、悪いけど行かないって言って行かなかったんですよ。ところが、後から福岡先生にも聞きましたが、福岡先生ともそこで会ってるわけですけど、要するに会場から大変などよめきが起きたと。ね、どうしたかわかります化石燃料なのに、 自然のままの方が地球を温暖化して化石燃料なのに使った方が地球温暖化を防ぐこんな資源が世界にあんのかとアメリカインド中国韓国ブラジルそういう国々の学者がそこでもう大騒ぎになったんですどういうことかというとここでメタンプルームっていうものをお話しすると今言いました海底から立ち上がっているものこれを メタンハイドレートの中のメタンプルームと名付けたわけです。プルームって英語は、まあ、例えば柱だったり、煙突いう意味にもなりますけど、なんとなくわかりますよね。今日、白板ないんで僕の手を見てもらうと、これが海底ですよね。海底、新潟の実際、佐渡の南の海底と思ってください。で、海面がありますよね。ここに膨大な海水があるわけですけど。ね、海底の メタンハイドレートこれが例えば太平洋側で政府が少なくとも600億円以上かけてやってきたもともと東京大学が中心になってやってきたはっきり言うとやってるふりをしてたメタンハイドレートは海底の海底の下に砂と混じり合って存在してるんですよ。もう一回よく聞いてくださいね。新潟の方は特に 海底の下に砂と混じり合って存在してるんです。これ取るにはどうするんですか必ず海底を掘り返さないといけないです。正しい言葉で言うと掘削しないといけないです。当然、漁,か漁業者の方にとっては、特にカニカゴ漁の方々にとっては大変な環境破壊、漁労の妨害ですよね。そうやって掘った上に、 700メートル以上掘り進まなきゃいけないからそこでものすごいお金かかりますよねやっと掴んで取り出しますよねでも砂と混じってますからより分けないといけないですよねどん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 コストがかかっていって今日は公開公開講演会だから使えない恐れがあると言っておきます、ね、これはねかつて僕は本にも書きましたが子どもの頃の記憶でもわかるんですが 僕の育ったよく家族で,旅行に行きましたでキャンプ地に行って小川に入ると、ね、砂金があったんですよちっちゃい金が。それびっくりして親父に言ったら父親は「確かに金があるけれどもこの金を取って使える金にするお金と外国の金を買うのを比べたら断然外国の方が安いから」。 金は金でも使えないんやと言われたわけですよ。それ資源の基本なんです。ね。コストに見合わないと、いくら資源あってもダメなんですよ。だから太平洋側のメタンハイドレートを政府やったんですよ。このからくりわかりますかやっても問題ないですよね。やってもアメリカがまさしく中東から高い金で買ってきてた天然ガスやオイルと比べても、 はるかに値段が高くなるから。だから実際は国際メジャー石油資本と競争ならない。アメリカは困らない。今までのアメリカの言う通りに海外から資源買えばいいんだって仕組みは何も変わらない。一言で言うと、やってるふりです、ね。それをずっとやってきたのが、東京大学のもちろん一部の先生と、そして経済産業省と、 そして旧石油公団のジョグメックです、ね。彼らがまず私たちを潰そうとしたんですよ。ね、ところが日本海側のさっき言いました97年に偶然見つけたメタンプルームでいうともう一回話戻しますよまずメタンハイドレートそのものがとっても浅い海底下にあるか露出してると。ね 実際露出しちゃってると潜ってるものと違ってもう一回さっきのこともう一回言いますとガスだから上がってきますよね軽いから、ね、凍ってるだけでもともとガスなんだからそして上がってくるからこう柱のようにコンピューターに映るけど途中で消えるんですよ だいたい海面から300メートルぐらいまで来たら消える。消えるからないんだって学者が本当に東大京大早稲田慶應に行ってば呆れたんですけどこれ消えるの当たり前ってむしろ今ちょっと席外したけどはるかちゃんの方がわかるんじゃないですか皆さん別に学問の訓練を受けてなくてもむしろその方がわかるでしょ水圧と冷たさで凍ってたんですよ。 軽いから上がっていったら、まず水圧が軽くなっていきますよね。太陽の光に熱が届きますから、温まりますよね。まあ、溶けるに決まってるじゃないですか。溶けなかったらおかしいでしょ、逆に。溶けた後どうなるんですか海面から、コンピューターにもう映らなくなっても、海面からメタンガスがおそらく蒸発していくんですよね。蒸発したら大気と混じってるんですよね。この新潟市内も。日本海目の前だから。 メタンというのは、二酸化炭素 CO2 の地球温暖化効果の21倍から25倍以上です。研究が進むたびに数字が上がってる。大体今言ってるのは25倍以上の地球温暖化効果がある。だから実は日本海全体が地球温暖化に大きな影響を及ぼしているってことは分かってきました。じゃあ僕らがやってる途中で、このプルームの途中で、 人工膜を置いて、これ現にもうやってるんですよ、実験を。東京ドーム、野球やってる東京ドームのドーム作ってる会社が、こういうドーム、今日よく似てますけど、太陽工業って大阪の会社です。大阪だから金儲けばっかりと思いがちでしょうが、太陽工業の社長が国士で、やりましょうと言ってくれて、人工膜を作って、 潮流とうまく調和しながら、膜を置くだけです。皆さん、こう、話ついて言ってますよね。海底掘り返しませんね。海底環境何も変えませんね。シェールガスとどれぐらい違いますか。膜を置いて待ってるだけです。どんどん溜まりますよね。それを、例えば、新潟で言うと、上越火力で、 ほぼそのまま使えます。電気作れます。8000数百キロ彼方のカタールから天然ガスを買って火力発電に使ってるのと比べて電気代どれだけ下がりますか。ね、同時に、そうやって膜で捕まえたメタンハイドレートから水素が作れます。自前で。そうでしょ。そして話を戻すと、2004年12月の アメリカ地球物理学連合で世界の学者がびっくりしたのは、もう一回言いますが、化石燃料なのに放置した方が地球温暖化を促進してて、取って火力発電所で燃やす方が、単純計算で言うと 20, 20分の1ぐらいにするんだと。地球温暖化効果を。えらい騒ぎになったわけですよ。そしたらその発表解除の隅で、 こっそり青山千奈博士のパネルを写真で撮ってる人たちがいた。なんと経済産業省のお役人、あるいは東京大学の結構有名な先生のところの研究者、皆さんの税金で言ってる人たちが、質問を一言もしないで、写真にこっそり撮ってた、ね、どうしてこれが起きたかというと、さっきもちらっと言いましたが、国は途中までの段階でも、 588億円っていうお金を太平洋側の砂と混じってる砂層型と今言ってますが当時まだその名前ないです。僕らが現れてその名前がついたんです。氷層型。我々がやってきたのは氷層型。表に出てしまってる。それに対して砂層型。つまりこのままやってても誰も困らない。今までの仕組みでいい。日本は資源がないんだ。アメリカの石油メジャー、石油資本から買えばいいんだと。 アメリカが戦争してイラクから奪った油やガスを買えばいいんだと、ね。その仕組みを何も変えない太平洋側の砂層型メタンハイドレートに僕らが問題にした時ですでに588億円使ってたんですよ。日本海の氷層型メタンハイドレートに使ってたお金はゼロ円です。ゼロです。全部私たちが自前でやってたんです。 新潟県庁も実は1円もその時は出てません、それはご存じないから、ね。これが世の中に知れると困るというのが当時の経済産業省、東京大学の一部の先生、そして旧石油鉱山のジョグメック、そしてその背後にアメリカの国際メジャー石油資本がいて、なんと、 青山千春と青山重春を亡き者にしようと圧迫をかけてきて大学から出ていけ、独立総合研究所は潰してしまえと、ずっと続いたわけです。その過程で何が起きたかというと、青山千春博士は、当時民間人の、民間人でしたけど、はるかちゃんが寝たんで声がちっちゃくなりますが、当時民間人でも、 青山茶春は実は気が弱い一人っ子で本当は人と目を合わせられないそうな,んでしょうそうなんですよそうなんですよ金髪で体がでかいから誤解されるけど本当は目を合わせることもできない私は気が強いですからちっちゃい頃からむちゃくちゃにこの僕に頼ってたね頼ってたけどもある時大事件が起きた茶春は僕に頼るばっかりじゃ悪いと思って自分で 当時の経済産業省の天然ガス課長、H さんに、H さんに会いに行った、ね、その時に、青山千羅博士が頑張って行ったのは、実用化が難しい、砂層型、当時、砂層型のことないんですけど、太平洋側のメタンハイドリッドに588億円使いましたねと、1年で言っても50億円以上使ってますねと。日本海側に新潟の のの南、ね、皆さんの海ですよ。そこに、1000万円だけ予算つけてくれませんかと、ね、それも研究調査船を出さないといけない、それを削って削って、実は額割りにしてもらってたんですよ、ね。日本海洋って会社のやっぱりトップが、国士で、じゃあおまけしましょうって、1日200万円、死ぬほど安いですよ、これ。船って、狂ごと借りるんですよ。 それもカニカゴ漁の漁家の方々の船どころじゃない巨大な船ですよ、それを200万円で借りる交渉に成功して、5日間だけ出したいと、あわせて1000万、その1000万の予算をなんとか出してくれませんか、太平洋側の方は50億ですと、言ったら、青い町原がなんて言われたか、あなた国賊だよと言われたんですよ。当時、独立総合研究所の自然科学部長。 私の配偶者って意味じゃなくて、私が社長です、当時、創業社長。国賊だって言われたんですよ、経済産業省の H 課長に。で、チャールは気が弱いですから、もうそこで涙目になって、そして僕が出てた会合に、よたよたとやってきて、なんか隣に座って泣いてんですよ。それで、お前どうしたのって。気が弱いけど、泣くことは滅多にないんですよ。泣いてるから どうしたのって、いや、国賊だと言われましたって言ったから、僕は今日の冒頭どころじゃない、海底火山が大爆発しましてね、独立総合研究所は株式会社なのに、会社の利益じゃなくて国益を追求してるんですよ。我々がやったこの新潟の海の調査研究、売ってないんですよ。 一度も売ったことがない、売ろうとしたことがない、だから利益ゼロですよ、全部持ち出しなんですよ、それが国賊、僕はその瞬間にの怒りが爆発すると同時に、はっきり言って、敵は本性を表したなと、ですぐにその会合を出て、それは実は世耕弘重、今の参議院住民主党幹事長の会合でしたけど、世耕さんに目線で送って、当時、民間人ですよ。 外に出て、廊下に出て、携帯電話で、資源エネルギー庁長官に直接電話して、あなたの部下が独立総合研究所の自然科学部長を国賊ザクと言ったと、どういうことなんですか、これはと、ただで済まないよと、今から行くから首洗って待ってろって言ったんですよ。そしたら、そんなはずはない、そんなことはないって言うから、もうとにかくチャールを連れて、青山ール博士を連れて、 アポも何もヘッタクレも何ないですよ資源エネルギー庁長官室に乗り込んだらそこに H 課長がいたんですよ、ね、呼ばれて H 課長が何て言ったか「それは誤解です」と「私が国賊です」と言ったんです <laughs> これねこのまま映画にしたらいいんじゃないかと思うんだよねそれで僕はまずね東京大学法学部優秀な成績で出てキャリア官僚になって 今、天然ガス課長って要職にある人が、自分が国賊って言ったりしないと、大体青山茶屋は科学者で、物事を正確に捉える、そんな間違いのはずがないと、言ったら、もう彼は長官に言われたんでしょうね。いや、私が国賊だと言いましたってからだから、あなたはなゃ国賊なんですかと。いやいや、わ私がわた、私がって。それで僕はどう思ったかというと、ものすごく怒ってましたよ、本当に。当時に、やっぱそれ冷静にも考えてるから、長官に。 じゃあ、こうしましょうと、ね、この、この騒ぎを収めるために、一つだけ妥協してくださいと。なんと、これもはっきり言うけど、MH21 っていう仕組みを作って、そこに巨額のお金が皆さんの財布から、あなたの財布から出てたわけですよ。600億円ですよ。600億円。一人の国民の生涯賃金の何百倍ですか。ね。その MH21 っていうメタンハイドレートの研究会に、 はは決して入ることでできないんですよ、ね、だから、そこに入れろと、一回だけでも、さっきちらって言ったの覚えてます海,面海底から露出し,してしまったメタンハイドレートの映像を、東京大学の先生から、その MH21 に来てた若い研究者、東京ガスや新日本石油の、まだそれほど汚れてない 人たちにもみんな見せるその場を作ってくださいと、それ作るんだったら、私たちは絶対この男の言ってること認めないけど、この場を遊びましょうって言いました。社員29人のちっちゃなシンクタンクの社長ですけど、そしたら長官が、分かりました、それやりましょう。で、でその後経産省は東大の先生方とも交渉して、ついにその会議室にわれわれが入った。そして何が起きたたかとというとね僕らはただ普通に 実際に海底から撮った海底で写真撮った、メタンハイドレートの白い大きな塊が海底に露出してて、そこからぷく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 ,ぷくと、ね、要するにメタンプルームになっていく、そういうガスが出てるところの映像を、経済産業省の役所の中の会議室の壁に映し出したんですよ。そしたら何が起きたかというと、さっき言いました、東京ガスと新日本石油の若い研究者が、ああ っって言っても本当、こういう声ですよ、あーって、これ、本物じゃないですかって、一回も見たことないって言ったんですその時に五に588億円使ってたんですよ。一度も見たことがないんですよ、メタンハイトレートの実物を、ね。それは目の前で映し出されたから、これどうなってるんですか、なぜこれやらないんですかと、これをやるべきじゃないですかって言ったら、今でも忘れないけど。 言いませんが当時の東京大学の大物の先生が、中止、中止、中止、検討会中止、はい、ここまでって,ってそれで僕に対して経産省の役人が、はっきり言って小役人が、ね、もう出てくださいと、ね、もう約束果たしました、出てくださいと、我々を国賊と呼んだその役人が、出てくださいって言うんですよ。今、国会議員になって言えると思いますか。はい、だからあえて言いますよね。 これ、選挙のためやってんじゃない。でも、既得権益の連中がどれほど僕が議員で亡くなることを待ってるか。今、僕の後ろには有権者がいるんですよ。6年前の50万人がいる。じゃあ、今回の選挙で、それがもっと増えたら、彼らがどんなに困るか、いなくなったらどれほど都合いいかってことですよ。だから、今日、新潟に来るために、もう一度客観的な資料を全部精査してて、改めて、 私が一気で本来やめたかったけど、自由な立場になりたかったけど、二期目に出なきゃいけないっていう、改めて自分でも、それがよく分かりましたよ。会議の話に戻ると、出て行けって言われて、僕は当時、民間人ですから、それまでも相当無理な喧嘩してたけど、俺、一旦出ようと。で、青山チャ博士は科学者だから、とにかく俺に任しとけと。 なんとかするからって考えたのは、新潟県。本当ですよ。目の前の海の、この新潟県。地方自治。そして何よりも、新潟で僕たちは、新しい資源を見つけてましたから、僕はその時頭に浮かんだのは、漢字で5文字です。日本海連合。日本海沿岸の知事さんを、 集めて日本海連合を作ろうとでもその時に思ったのはこうやって喧嘩してても意味がないと日本政府も少なくとも総理や大臣は主権者から選ばれてるんだから同じ主権者から選ばれた知事を動かそうとだからこの泉田知事に会いその前に本当は兵庫県の井戸知事に最初に会いました私が神戸生まれだから違います が母ちゃんだから関係ないのと同じように、そんなことは関係ないの、日本全体でやるべきなんですよ、太平洋側も取り組むべきだ、そして現に今、和歌山県の仁坂知事っていう、やっぱり経産省、n h o 出身のこの知事のおかげで、青井町原博士が紀の国っていう和歌山県の調査船使って、メタンポルーを発見してるんですよ、太平洋側でも。ね、話をもと戻すと。 日本海側だけでやるんだと偏るから、兵庫県は僕の話思い出してください、神戸生まれですが、城崎や霞行くと、温泉地以外は、霞は温泉地ですけど、もう廃れてしまってる、両方にある県、ね、そして同時に、中央政府に発言力がある県、兵庫県人口550万、それだけじゃなくて、関西広域連合って仕組みがあって、 人口2,000万人です、これをまず説得しようと思って、井戸知事に会いに行った、たら、えメタ、メタなんですかって言われたんですね、この井戸さんも、実証の出身で、中央官庁で、ね、東大卒のエリートですけど、全く知らなかった、それを説得して、泉田知事を説得し、そして京都の山田啓事って当時の知事、全国知事会の会長だった。 この三者を説得して、日本海側の、日本海側を持っている県を中心に、日本海連合っていうのを作ったんです。それが2012年です。今からちょうど10年前です。日本海連合ができて、大きく変わっていったと言いたいんだけど、そんな簡単じゃない。日本海連合が結成されて、結成記者会見あることになって、 全国知事会長の山田知事から青山さんも青山さんが言い出しっぺだから同席してくださいって言われてその連絡もあってた。ね。待てと暮らすと何の連絡もない。そのうちに今日来てくださってるような僕の読者の常連の方々からなんか記者会見もう終わってますよって。呼ばれてない、ね。それでも耐えました。あ、子役人がやったな。県庁の役人が こんな民間人に言われて、国会議員ならまだしも、民間人に言われて、日本海連合を作ったなんてまずいから、記者会見を呼ばないでおこうそれ、我慢しました。いつも怒ってるってイメージでしょうが、怒るときは肝心な時に怒るの、怒る相手も間違えちゃだめ、はい。普段は決して怒らない人、人のミスを追求しない人でないと仕事はできません。うちの秘書さんがそれを一番知ってます。ね、怒られない人ん うちはパーティー券売る必要もないし、話を元に戻すと、記者会見ぐらいはもう我慢しようと、でも設立総会があるから、その時に新潟のメタンハイドレートの意味も十分に話そうと思ったら、これも外されたんですね。その時は我慢、その時も我慢しましたが、泉田知事や山田知事に、ちょっとおかしいんじゃないでしょうかと。 ね、いうことだけ言いました、そしたら、次の会合から、僕も呼ばれるようになったんですが、今でも忘れられないのは、当時の天然ガスガチョウだった南さんっていう人が、このずらっと並んでる、ね、これもこの新潟のトキ、トキ、トキなんとかセンター大事なの、トキホール、えあるでしょ、この近くにえ、トキメッセ、その会場でね、 メディア、NHK も共同通信も、朝日新聞、読売新聞、マネー新聞、新潟日報、みんな来てましたよ。そこで天然ガス課長がね、日本海側のメタンハイドレートを実用化しようかって話になっただけで、ロシアのプーチン大統領が天然ガスの値段下げてきましたって言ったんですよ。これ、大事件ですよね。もう一回言いますよ、経産省の現役の天然ガス課長が、プーチン大統領が日本に出してくる天然ガスの値段を下げましたと、日本海でやろうとしてるだけで。 当然僕は記者出身だから、あ、これで世の中変わると思ったんです全部無視。だから NHK を自称公共放送って言ってるんですよ。皆さんからお金取るんだったら、これ時代は変わるって報道しなきゃいけないでしょ。7時のニュースの一番目で。完全無視。共同通信も無視。ね、そして南天然ガス,ガス課長はいなくなっちゃった。はい、それが、 まあ話を明日の5時までには終わらないといけないけどそれがきょう冒頭言ったとおり僕は6年前に国会議員になったら南さんも戻ってきてしかも燃料部長って偉くなった今も偉いところにいます私を理解してくれた人たちが私たちを理解してくれた人たちがザラっとラインで並んでるそしてこれは 経産省の内部からも、総理官邸の内部からも聞きましたが、もし青山さんが今回、2期目に出なかったり、あるいは落選したら、人事は全部逆転させる、はい、自地盤資源ももうなかったことにすると。エネルギー危機、ウクライナ戦争でエネルギーの危機が起きてる。ドイツは福島原子力災害を見て、本当は今年年末までに原発全廃と言ってて。 再生可能エネルギーに力を注いだところ、再生可能エネルギーがこんなに不安定だとは、ドイツ政府は思わなかった。僕は適当なこと言わない、ドイツ政府の内部から実際に聞いてます、ね。こんなに使えないと思わなかったと。電気が全然足りない。ドイツは日本と同じ工業国家で、自動車大国なのも同じですよ。電圧が揺るがない、安定した電源が欲しい、しかし原発ってわけにいかない、どうするか。 火力発電所をどんどん作って、ロシアの天然ガスをいっぱい買ったんですよ。だから今回のウクライナ戦争でドイツは宙に浮いてしまって、困りきった状況になった、ね。ちなみに再生可能エネルギーは無限だっていうことを言ってる人がほとんどですが、全然そんなことはない。子供が考えた方わかる。海から風が吹いてきます。それを風車で受け止めたら、風の一部を使ってんですよね。じゃあ今までと同じ風が田んぼに吹くんですか 太陽の光や熱、無尽蔵に見えて、もちろん限りがあるから、それを他のことに使ったら、他のところに降り注いでいた光や熱は今まで通りですか。こんな簡単なことすら、皆さんが多額の税金投じてる学者が言わないんですよ。早稲田慶応だって多額の補助金いただいてるけど、一番お金もらってるのは東京大学でしょう。そして例えば、 もうこの話を締めくくっていかなきゃいけないけど、本当はね、もっと山のようにあるわけですよ。青山千春博士今、特許を持ってます。さっき言いました、超音波の使い方で安い魚群探知機使って、世界の海中資源が見つけられると、これ、青山メソッドと、実際に国際社会で呼ばれてる、僕じゃないんですよ、青山千春ですから、青山メソッド。この特許をね、まず日本で取ったときに、 東京大学のさっきの先生と違う先生が、船の上で、青山千春に博士の、いや、ごめんなさい、博士の紙にサインさせようとした。特許を放棄する、あるいは、この海で見つけた調査結果を他の人に言わない、こういうことまでやらせようとしたんですよ。それでまた本人が船を降りて、僕に、この時も、めったに泣かない人ですけど、この時も泣いて、私は気が弱いから、 船の上で一人迫られて、サインしてしまったと言ったんで、僕は即座に、全く問題ないと、君は科学者だから知らないだろうけど、民法を読めと、民法を読んだら、不合理な条件下で署名したものは無効だと、だ心配いらないと、同時に僕は行きました、先生、何してるんですかと、ね、なめるんじゃないよって言ったんですよ、わからなくて、そういうことはもう、いやいやもう、もう全然大丈夫ですよ、何が大丈夫なんだ この特許をいまだに、こんなの特許の名前に値しないと言ってる、馬鹿評論家と馬鹿学者がいらっしゃるんです、特に評論家。ね、その特許じゃないはずの特許、今どうなってるかというと、実は、ロシア、中国、韓国、アメリカ、オーストラリア、EU 全加盟国、そして EU に入っているノルウェー、全部の特許を取りました。同じ技術で。特許にならないものがどうして海外で特許を取れるんですか。 僕らは一言も働きかけてないですよ、普通に申請書に書いただけです、ね、青山エピソードは、実はこうやって世界で特許を全部取りました。ところが、特許使用料は1円もいただきません。これは不詳、私の考えです。意外でしょうが、うちは亭主関白です。大事な決定は全部私がします。日本女子は日本男子が守る。日本女子は何してもいい。アマテラス大神のお作りになった国なんですよ。 一人の女性が子供を産まない関係ない母なる者から全ての命は生まれてるんですから男も女も関係なく、ね、だから私が最終決定をして全責任は私が取りますから青山千春に特許収入は取るなとそもそも僕はあの科学者偉いと思うのは特許を取ろうと思った本人が言ったきっかけがもしも特許を取って抑えないと 戦争責任っていうことを言われて、中国や韓国が、魚群探知機使うだけの簡単技術ですから、自分のものだと言い出して、逆に日本が使えなくすると思うから、私は特許を取りたいって言ったんですよ。なんて正しいことを言うんやと、将来のはるかちゃんもきっとそうなるだろうと思いますが、ね、だから特許収料を取ってません。未だにこれも圧迫がかかります まあさっきの国賊事件から、この特許の話から、今まだ言ってないこと結構あります、この動画で、見えざる危機一い,いシリーズでまたお話しようと思いますが、例えばね、ちょっと一個だけ質問を受けたいですけど、個だけ言うとね、途中で僕は、なんせ独立総合研究所ってものを売らないから、利益がないんで、借金してるだけですから、これでも創立から20年続いてるんですよ、1週間で潰すと。 三菱総研の社長に言われましたけど、シンクタンク業界の中で独立して、一切スポンサーを持たずにやってきました、それでもこの資源開発は巨額のお金がかかりますから、もう無理だと思って、会社の名前言わないけど、皆さん知らない人がいない大きな石油会社に共同研究を持ちかけたんですよ、共同調査を。ね、そして、まあ、テレビに出たり、名前は知られてる。 今は忘れられてるけど、テレビ出なくなって6年ですからね、もうお怠りしてるんで。だから今回の選挙は落選する可能性十分あると客観的に思ってますが、でも当時はテレビに出てよく知られてたから、その石油会社の社長会ってくれましたよ。会ったらね、私たちが出した計画書を手に持ってて、まずおっしゃったのはね、青山先生ともあろう方がこんなビジネスなさるんですかとおっしゃったんですよ。青山先生ともあろう方がってテレビで喋ってるだけですけど、 だって持ち上げといて、要するにこんな商売はすんのかと、ね、言われたんで、ぼうびっくりして、社長か会長か忘れましたけど、社長ですね、社長にお,お読みになったんですよね聞いたあ読みましたよって言われたから、お読みになったらわかるでしょって、利益一円もありませんよって。恩、ね、にとっても将来の利益につながるかもしれないけど、当面は、 ただ実費だけですよね、専門家でいらっしゃるか分かりますよね、それはどうしてこんなビジネスするのかって話になるんですかって聞いたら、あそれご存知ですかって言われたんですよ、ね、次に言われたのはね、こういうのをやってると、国際メジャー石油資本からいろいろ来ますよ、言葉上じゃないけど、その趣旨言われたんで、僕は、えもう来てますよって、ご心配なくもう来てますよって。 そして社長に言ったのはね、社長、あなたは今のこの大会社を守ろうとするお気持ち分かりますよと。まさしくアメリカや国際メジャー、先油市場と結びついて、日本には資源がないことにして、日本国民真面目だから資源がないと思ったら、高い値段でも電気代どれだけ高くてもみんな我慢してるて。そのまま商売を続けたいんですよねそれは分かりますよ。元は経済記者ですからとも言いました。ね、その通り。事件記者、経済記者、政治記者ですから。分かりますが、 社長100年経ったらこの会社あるんですかと。100年経ったらあなた生きてるんですかと。人間は今の利益を求めても何も得るものはないんですよと。最後死ぬだけです会社も100年経ったら間違いなくないでしょうと。人のために生きてこそ命もつながり会社もつながるんですそもそもあなたはそこが違うって言ったんですそうしたら社長がもう 時間です言われたんで僕はそこで引き上げましたがエレベーターのところまでそのえらいえらい社長がついてきて秘書さんとかいっぱい横にいたのをちょっと下げてちょっと山さん一言だけって言われてエレベーターのドア開いた状態で何とおっしゃったか「あなたがおっしゃったこと命のことだけは確かにそうだと思います」って言われたんですよもうリタイアされましたけどねて 誰かの胸にそういうことが残っていてそしていよいよ皆さんに選んでもらって国会議員たまたまやったおかげで2027年度商用化まで来ましたさあこの後は新潟がどういうふうに立ち上がるのかです、ね、商用化イコール実用化じゃない引き受ける企業はないだろうって手に必ず出てくる彼らは、ね、その時に僕はこの 6月22日に選挙の公示になったら、それまでは選挙活動絶対しないけど、なったら私に入れてくださいと、その時から言いますよ。それどう考えれば皆さんの全て自立した判断です。同時に、新潟の目の前に来た5年後の商用化、逃しちゃダメですよ。新潟の主人公、日本の主人公は皆さんだけなんだから。そのことをどうぞ胸に刻んでください、今日は。 じゃあもう心配して、製作所がもう質問時間に入ってくださいと、眼鏡の奥の目がきらりと光ってるんで、あと6分になっちゃったけど、はい、マイク戻します、どうぞ。はい残り時間短くなってしまいましたが、あの会場の皆様からご質問を受け付けようと思います。おすごい、はい 違う青山メソッドやりましたね。でかい声だと当てざるを得ない。その通り、どうぞ。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、ブログネームがけ新潟県人です。えー、三条市の小倉と申します。はい。えっとこ、この度は青山先生、本当にありがとうございました。新潟まで来ていただきまして。いえいえジャケットかっこいい、えー。ありがとうございます。はい、えっと、まず質問ですけど、前、えー、青山さんのブログの中で。えっ、ー、と、政府の。 交換って言いましたかが、えー、留学生のほとんどが、えー、っとスパイだと、こういうふうなことがブログに書いてありました。はい、<で>留学生のって、ね、<う>中国のですね、そうですね、はい、90、世界どこもじゃないですよ、えー、そういって書いてあります、なのに、えー、その留学生に10万円を配るだとか。あの 日本の学生が500万円も借金をしてそして返済をするのに今回のグーグルのニュースにも書いてありましたけどマグロ船に乗るって書いてありましたそしてどうしてそんなに中国韓国に気を使うのかで私はあの長尾隆さんの、えー、YouTube よく見てますけどもひな壇の後ろで、えー、そうやって邪魔をする人がいる、えー、長尾先生が一生懸命中国の、えー あの避難決議をやっても邪魔をしているとで青山さんは、えー、犯人探しするなとは言われましたけども私は一部でも私たちが分かればその人たちが今度邪魔をできなくなるんじゃないかなと思うんで一部でも公開してもいいんじゃないかなと思ってますで、えー、とどうして中国や韓国に今回もそうでしたけどもあのやっぱり外交ですから えー、あまり厳しいこととかは言えないですけども、あのー、どういうかな、えー、言いたいことだけの釘をビシッと刺すぐらいは、やったほうがいいのになぜ、そうやって遠慮するんでしょうか、はい、以上、質問終わりです。えっとね、あのー、一つのことだけ見ない方がいいとは思いますで、今のご質問の背景にもう一つあるのが、岸田総理が留学生は国の宝だと言って、 でそれがまあ僕のブログに、僕はこの忙しい中でコメント全部読んでるんですが、もう読み切れなきゃ来ましたよ。で、これは一つには岸田さんの言葉が足りなかったところがあって、中国からの留学生は全員スパイなのは間違いないです。それは本人の意思にかかわらず、中国は独裁国家なんで、日本という外国、アメリカという外国に留学生に行くときには、その任務を背負わされます。 で実行してるかどうかはもう検証されます、これは日本人、アメリカ人には想像できないですただ、やってきた留学生が、言われたのと違って日本びいきになったり、あるいは僕の知ってる中国人の中でも、任務を背負ってきたのに、それを遂行しないで、まあ、その後実は行方不明になった人もいます。はい、だから、岸田さんは親中と見られてるけど、そこまでの国家感すらないですよ。 あの河野洋平さんとか、要するに戦争責任あるんだから、中国に行こうと何度も聞けって、本当に間違った歴史観で思ってる人いるけど、岸田さんはそれもないですよ。だから岸田さんが言おうとしたのは、留学生に日本の良さを知ってもらうっていうの大事だから、必要な援助をしましょうっていうことなんですよ。ね、でそれをまあ国家間が欠けてることもあって相方になった。ただ、同時におっしゃった、日本の学生はひどい条件で、中国ってったら、 から来たあれ中国だけじゃなくて外国から来たら有利な条件になるって話が逆さまなんでこれはどっちが先じゃなくて必ず両方やらないといけないですそれと本当は今あの遠慮するなっていうことで言われた意味では中国の留学生に対して本当は誓約書を書かせるべきですよねただそれやると中国から一人も来なくなって中国の反日教育がもっと徹底しますこれはね日本は日本人は新潟県民も 沖縄県民から北海道民までみんな胸を張っていいと思うのは日本にやってきて日本に嫌いになる人っていないわけじゃないけど特に留学生はほとんどいないですよで中国韓国っていうのは多分皆さんここに座ってる方は想像のできない反日教育ですそれはもしできればですねもし可能であれば韓国や中国の学校に行ってみてくださいもちろん中国語ハングル文字は全然読めないけど中国語ある程度分かったりする人感じてどれぐらい日本を めちゃくちゃゃくけなしてあるかそれが日本に来たら東京海洋大学も東大もこれは僕はだから東大と近畿大学で教えてきましたが授業中に中国人の留学生もいますよでも彼らは日本に来たら考え方が変わっていくのは間違いないです、ね、だからどうも中国共産党もどうもこうやっぱ最近特に選んでるみたいですね要するにお父さんが党幹部だとかお父さんが軍にいるとかそういうのを選んで出して だ逆に言うとやってきた留学生を中身を変えて中国を送り返すっていうのは非常に公正で有効な手段なんですよ。でもそのことと日本で実際に学びたいって日本人の学生をちゃんと学ばせる環境を作るってことは必ず料理しなきゃいけない、ね。だからそれができてないから今おっしゃったあのなぜ中国にだけ遠慮するのかって話になると思うんですよ。 ただ同時に、このさあえて言っておきますが、今日行きの新幹線の中で、政策家が僕に、朝日新聞と東京大学の共同世論調査、いつもやってるでしょ、それで回答してくださいって渡されたんですけど、大学の教育無償化、賛成か反対か、僕は賛成しません。学生っていうだけで、とにかく補助するようになったら、学生じゃなくて、大学の方がろくな教育もしないのに、無償化ってことは全額国からくれるってことですから。 学生の面倒を見る費用だからとんでもない学は必ず増えますよ。だそういうことも全部合わせて考えないといけないです。それの答えが一つと、もう一つは、その中国と結託している政府高官やあ、あるいは政治家の名前暴け、暴けってことですけど、しません、僕はそれ。それはスパイ防止法ができて摘発することです。どんな人にも どんな容疑者、どんな本物の国賊でも人間ですから、証拠があって、公に追及されて、そしてわれわれと独立した司法が判断しないといけないです。今、スパイ防止法がないのに、ひょっとしたらあつ裏でこういうことやってんじゃないかということで、名前を出すような人、いっぱいいますよ、日本にそういうこと言ってる人は信用しない方がいいと思う。中尾隆守会元副代表も、そんなこと言ってるわけじゃないです。 まあ参院選が目の前ですけど、普段から心中話しとって分かるでしょ、それ。それに投票してるのも有権者。与野党問わず、そういう人に投票するね、過激派のテロ集団と間違いなく関係がある人まで、一般に当選してるじゃないですか。だからそういうことを考えたら、こいつがそうなんじゃないかとか、そういう魔女枯れをやるんだったら、 スパイ防止法を制定するって守る会が言ってることにもっとたくさんの選挙でも票が集まり守る会が強くなることが大事だと思います。それから守る会で言うと74人いるんですよ今衆参両院議員。でその中で例えばあの議員はその中国のなんとかというパーティーで祝電を送ったとかね除名しろとかいっぱい来るんですよ。そういういやり方してたら守る会のお 行動が影響力を持つことはないです。除外はダメです。ね、まず、代表の僕は、どこまでも完全に、清潔透明でないといけないです。だから、どんなに法律が保障しても、パーティー券も売らないし、政治献金受け取らないというのは趣味でやってんじゃなくて、代表の私は、どっから叩かれても大丈夫でなきゃいけないです。しかし、74人の議員の中に、これまで結構親中の活動をやってたり、あるいは進化の活動をやってたり、 あっきの留学生と同じで、お大歓迎じゃないですか。じゃあ、この代表の生き方を見て、違う生き方ができるんだ、あるいは選挙でこれだけ票集まるんだ、これだけ影響力を持つんだ、当選1回で総理に対して意見できるようになるんだと思ったら、そこから変わっていくんですよ。人間は強制力では変わらないですって、そのことをわからない評論家とか学者がごちゃごちゃ言うからおかしくなるんですよ。人間は納得して動くんです。 中国共産党が自信を持って送り込んできた工作員留学生が、戦争の歴史も含めて全然違うじゃないかと、本当の日本はあなたとだって全然違うじゃないかと、そこからしか人は動きません。強制されて叱られて、お金も奪われて、それで動く人って、この中にいるんですか。まともな人間であればあるほど、そんなことはないでしょう。説得とか交渉ってのは、本当はこういうことを言うんですよ。ね、どういうい人でもまず 何人でも人間として認める、その上で貫くべきを貫く、何か意見言うんだったら、言ってる本人はどっから刺されても大丈夫でなきゃいけない、そのための不利益はどんなことでも甘んじて受け入れる、はい、私で言えば、僕の原稿を読んでくれる人がいて、本がある程度売れるから、それを、まあ、大きな活動の支えにもできます。ね だから今やっぱり選挙近くなって僕をなんとかなき者にしたいっていうのがあいつは政治献金パーティー券本当は受け取ってるんださすがにできないからやろうとしたことは何度もあるんですよでも現実できないから、ね、例えば公金を受け取ってるじゃないかと、ね、例えば政党からの交付金とかあるいは歳費とかそれ返上してないとそれを言ってくるんですよ まあ、ちなみに財布は6年前に出る決心したときに、返上したいって言ったら、憲法違反ですと、うん、総務省と党本部から言われました。これは意外です、僕も憲法、これだけやってるのに、覚えてなかったけど、憲法に書いたんですね、歳費支給すると。だから返上したら憲法違反、そして当選して返上したら、寄付行為で公選を違反。そんななこともご存じなくて、 とにかくその献金受け取らないとか、パーティー券売らないってことを絶対に評価しないで、一言も触れないで、あいつは公金受け取ってるんだって。あなた、公金受け取ってないんですかってことです。日本国民で公金1円も受け取ってない人っていないですよ。当たり前じゃないですか。政府があるんですから。年金が高かったり、健康保険料が高くなったりしてても、一部は国が負担してて、それは公金の負担ですよね。 そんなこともご存じないけど、でもそれがネットではどんどん広まるんですよ。このことをちょっと覚えててほしいです、このことも今の質問に関連して。人の良きところや、人の話せるところを見つけるんですよ。お互いに良きことは全部無視して、否定的なことだけ言ってたら、どんどん子どもたちの先行きも暗くなるばっかりです。ね、教育と同じじゃないですか。 今のよき質問をきっかけに、まあ、そのことまであえて申しましたじゃあもう1時過ぎてるけどさ <laughs> じゃあね今男性の方でしたから女性の方の質問最後にいいですかはいじゃあ女性の方どうなったかどうぞはいおはいはいどうぞあ青山先生 佐渡島から参りました、はい、中川真美と申します。はい、あ座ってもらっていいですか。はい、いいですか。どうぞ。うあの佐渡の世界遺産のあの推薦本当にありがとうございました。先生のおかげであの逆転して推薦されることになりました。それでこれからあの登録に向けての私たち新潟県民と国民ができることを教えていただければと思ってお願いいたします。はい。はい もうこれあの公開する場ですけど、はい、あの岸田さんって総理になってから意外に秘密主義でなくなったんですよねだからありのままに言うとっていうかあの知ってる人いると思いますけど予算委員会みたいな席で総理の席から僕のただの平井委員の僕のところやってきて青 <laughs> 山さん、昨日の電話だけどさあれ外務省と相談したらこうだからって野党の前でも言うんですよ。だからこれもありのままに言っておくと 総理にお電話して、佐渡の、僕は金銀山って言ってますけど、佐渡の銀山について、えー、日本からもう出さないと、書類も出さないとなさってるのはおかしいと言ったら、いやいやいや、青山さんね、外務省によると、出しても必ず負けるそうだよと、ね、出しただけこっちの立場が悪くなると言ってるから、俺が別に嫌がってるわけじゃなくて、 そういう冷静な判断だよって言うから、どうしてかってことを岸田総理は結構率直におっしゃったから、その人物がどこを間違ってて、どこが実は嘘であるかっていうことも全部お話をして、そして総理に、これ、内閣総理大臣ですから、外務省にも問い合わせて調べてくださいと、それで実際総理はお調べになって、やがて総理の方から電話があって、あれさ、ちょっといろいろ違うことが分かってきたんだよだ。 としっかり検討するんだよって言われたから、そのしっかり検討をもうやめてくださいと、はい、しっかり検討じゃなくて、総理が内閣総理大臣がお調べになっておかしいと思われたんなら、元に戻って、ちゃんと申請をすべきですということを申し上げて、そしてそれを聞き入れてくださいました、でこの後は当然、これを阻もうとする韓国と、その工作資金を裏から出している中国との戦いになるんですけど、 これあの今、その佐渡の方からもあるいは国会議員の中からもどうしたらいいのかなと聞かれるんですけどこれ、実はですね日本は国際社会ですごく信頼されてるんで例えば韓国はあれほど嫌がった軍艦島も長崎の軍艦島もちゃんと登録されてるわけですよね、その後も韓国はしつこくやっぱ嘘そ交差やってますけどだから、淡々と今まで通りで僕は良いと思ってます。でただその時に 地元の盛り上がりっていうのはこれは意外でしょうがユネスコっていうのは気にするんですよ。あのユネスコもユニセフも国連の専門機関ですけどまずユネスコあの子どもたちの支援したりするのはユニセフですよねで世界自然遺産と文化遺産の登録するのはユネスコなんですがここに韓国が多額の賄賂を使って見かけは寄付金だけど賄賂その原資はチャイナですから莫大な額です。 それにかなり支えられてるそういう下地はあるんで従ってそ,のそれに負けない活動をしなきゃいけないんですが逆に日本が賄賂を使い出したりそれから韓国や中国に対して攻撃したりすると間違いなく逆効果です今までそれをせずにちゃんと打ち勝ってきてるから今まで通りの王道を言って元の話に戻ると県民が 佐渡の方々だけじゃなくて新潟県民と日本国民全体が佐渡の銀座の歩みは大事だということを盛り上げていくのはそれこそネットでデモしなくてもネットで伝わりますからそれはおそらく決定的に大事ですそれをネットも使ってあの例えばこういう会合でも今日これたくさん来てくださってるけど200人ぐらいですかね今ネットの時代で。 この200人ぐらいが同じ考えを持っていただくと10万ぐらいに簡単になるんですよ。逆もありですけど。だから SNS も SNS の良き面を使って日本人がどれほどこの佐渡の銀座のことを知っててねこの間国会議員が僕出張地で行けなかったですけど行ったりしましたよね。ああいう活動を良純知事も熱心ですからタイアップしてこれから武漢列も静まっていくことは間違いないんで佐渡にたくさん人に来てもらって。 盛り上げてそれをネットに反映するってことはものすごく大事ですそれぐらいでほかに妙なことをする必要はないと考えていますあとねもう一点だけ言うと <laughs> 僕はですね実は党の方針と違ってて政府の方針とも違ってて里銀山の活動を江戸期までにしようとしてるでしょあれ反対なんですよでこれは韓国との議論を避けてますよね 韓国が嘘言うのは、要するに第ニ次世界大戦前後のことですから、だから江戸時代にしとけば大丈夫って話でしょ。これ違いますよ。実はかなり最近まで佐渡銀山って生きた鉱山だったんですよね。ついにもうや今はやめてますけど、まだ最近のことです、ね。だから全体で僕は押し出すべきだと思って、党の会合で全部それを主張しましたけど、まあ高市政調会長を含めて、その韓国を押し戻す。 ちょっと誤解招き言い方したくないけどやっぱり自信がなくてもうとにかく江戸期にしとけば大丈夫こういうやり方はよくないと思う僕は今言った通り王道で堂々と世界に誇れる文化遺産だと、ね、やがての江,戸江戸期から近現代になって朝鮮半島から人がお見えになっても軍艦島と同じように同じ労働条件で同じ人間として一緒に働いたんですよ それを打ち出す方が韓国は工作しにくいと思う。これは僕は大きな失点だと思ってて、僕が韓国側だったら、こういうのって必ず相手の立場に立って考えることが、テロ対策だとテロリストになって考える。韓国側からしたら、ほら、日本は第二次世界大戦に関してはやばいことがあるから、江戸期で止めてるじゃないかと。実際はつい最近までまだ炭鉱生きてたのになかったことにしてるって、必ず言ってきますよ。だからそれに、残念ながら対抗した。 話を作らざるを得ないですよここちょっと僕はやり方は間違ったんでこういう王道を外したねやり方は非常に不吉な話ですよ。したがってこのもう江戸期として江戸までのことで申請してしまったからこれ変えるわけにいかないので実際はつい最近まで同じような公正なやり方で環境とも共存してやってきましたってことを、まあ、佐渡の中から 世論ととしてて出すすかかないかない思ってますでももう一回言いますが、のさっきの留学生の話も含めて、とにかく逃げちゃだめなんですよ。はい。あれは除外しないんですよ。その相手をコミットさせる方が大事です。相手を懐に入れるんですよ。それを政治というんですよ、本来は。だ今回の佐渡銀山については、そこは僕は大変心配します。ちょっと公開の場ですけど、まあ、どうせ韓国側はここに絶対突っ込んできますから。はい、ずっと最近まで 良い銀山でありましたってことをむしろ佐渡から盛り上げてくださいはいありがとうございましたはいじゃあはい残念ながらもう時間が来たようなので皆さん名残惜しいですけどこの僕らの国会ずいぶんたくさんやってますしこれからも続きますが新潟の会は特別だということもあの郡山で不祖の地は汚されてない不祖の地は失われてないってことを申しましたけど 新潟がどどれほど日本の未来を左右するかもう一回ペリー艦隊が来てね新潟が日本の中で先駆けて開いた港の一つだという栄光の歴史も思い出して頂い,いて誇りを持って新しい時代をできれば僕や亡き福岡先生の育った研究者やあるいは青山貫瀬もそれは数えきれないぐらい新潟来てますからねさっき言いました ナホトカゴイ事件の時に日本海に出ていった船は東京海洋大学の船で海高丸って言うんですよ新潟の海の底で一番僕らがメタンハイドレートやってる海底地形を海高海脚って言うんですよ海の足って書くんですけどねそれぐらい深いご縁なんですえ青山千春はまた公園にも来ると思いますので、えー、その時にまた聞いてやってくださいはいえー、以上です 残念ながらお別れです、はい、はい、それでは以上をもちまして、参議院議員全国比例。 青山茂春の僕ら、の国会は終了となります僕ら皆さん、あの全員僕はお見送りしますんで、ここなんかあの、出口が広いけど、ど,どこにしようかあちょっとそこ出て、左に行ったところで僕は待ち構えてますので、あの自由民主党の党員になってくださいっていう、えー、用紙を渡します。 住民党の中が抱えるのも国会議員だけではなくて、私の事務所を通じて入った党員が多いと、住民党それ、変えざるをえなくなるんで、だからそれをお渡しし、それから僕のつたない本をお持ちの方で、サインが必要な方は、ちょっとお待ちいただくと、全員に明日の朝5時までにはサインしますので、はい、ごめんね。 はい、ありがとうございます。素敵ですね。はい。あの独立総研に孫連れて行きます。講演会に。ああ、独立講演会ね。はい、ありがとうございます。私、この、あの一人で行ったんですけど。ちっちゃな方がいっぱいいたんで。はい、今度孫連れて行きたい。はい、ありがとうございます。もう。赤ちゃんから歓迎ですか。はい、はい、すません。ありましたよ。あ、嬉しい。はい。誰かに使います。はい。総理大臣になってください。お願いします。お願いします。